格付けチェック見た？見てないです。なんで見とらんの？スマブラやってたからね。仕方がない。はい、格付けチェックみんな知ってると思うんだけど、俺結構好きで見てるんだけど、はいはいはい、1万円のバイオリンと、まあ、1000万円のバイオリンとか、はいはいはい、どっちがいいものでしょうってのを当てる企画、はいはい、A、B みたいな。あれね、うん、全然俺も分かるよ、あの音色の違いは。ストラディバリウスだなと思って。ああなるほどね、うん、知ってる感じだ。全然全然。前我々コーヒー動画撮ったじゃん、はいはい、5000円のコーヒーと、はいはいはい、2円とか8円のコーヒーやって、はいはい、まあ、お茶さんすっげえ自信満々になって一番安いコーヒー選んだじゃん。選びましたね。お茶さんは一番これ10円のコーヒー。あれ以来は二度とコーヒー飲むなよって話だったんだけど、俺もう一滴も、はい、一滴も飲んでない。一滴も飲んでないで、捨て台詞で確か肉ならいけるって言ったんだよ。はいはいはい。で今回肉持ってきました。そう3種類。はいはいはい。で美味しそう。1個目が豚肩ロースブロック。これ高くない？1100円って書いてある。これグラムにしたら1グラム2円ぐらい。へえ。で次が牛ももステーキ。牛ももステーキこれ3頭切りで豚からの？豚からの。えこちらです。はいはい。これが8円ぐらいかな、1グラム。豚からの牛は分かるって思うじゃん。はいはい。今回の格付けチェック A が高級の牛で、うん、C が豚肉で、みんな豚肉選んでました。そういうもんなの？結構分かんないっぽい。で今回選んだ。で最後黒毛和牛。これちょっと袋に入ってるんですよ、高級すぎて。はい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 。黒毛和牛ヒレステーキ、これが 1g60 円ぐらい。30倍豚の。超いい肉よ。すごい。超高いのこれ。俺肉は本当にいいもん食ってます。いやほんまやねんって。どうせ嘘なんだけどこれ。俺母ちゃんがまだお金持ってた時、うちがさまだバブルだった頃結構お金あったから、結構いい肉連れてってもらった。鉄板のね、鉄板の。全部タイヤだよ。はい。で今回友達でね、元いきなりステーキの従業員連れてきたから。あ、彼そういう役割だったらね。肉に関してはしっかり焼いてくれます。はいはい、わかりました。焼き方に文句も言えない。言えない。トリちゃんも参加するんでしょ、今回。当たり前でしょ。わかりました、やりましょう。 OK。 はい。痛い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 、普通に痛い。そもそもの問題として。痛い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 痛ほうほう。余裕でわかるんだけど。完璧だね。うん。僕いいっすか？もう一番高いやつです。嘘でしょ？嘘でしょ？は？マジ？いや、これはもう、抜けて。待って、嘘？いや、抜けてるでしょ？いや、全然。いや、わかんないよ。もしかしたらこれを超える肉があんのかって、俺、ゾッとするレベルだね。俺はこれは、中間のやつ。俺も同じだと思った。それはだから、まあ、比較の話ですやん。うん、確かに、それはそうっす。俺は肉に対して。いや、ごめん。いや、リスペクトがすごいのよ。比較っていうものが出てる時点で。あ、いい。別にそれは、5択はいいんだよ。最終結果だから。これはまあ、リスペクト。うん。牛さんに感謝。美味しい肉でした。なるほど、ね。ごちそうさまでした。はい。ありがとうございました。はい、じゃあお願いしまーす。はい、お願いしまーす。はい。まあこれはもう特に言わないわ。はい。次に行きましょうかって感じの。うん。うん。俺ちょっと匂ってきた。わかる、本当に。おじさんも同じだから匂わしてんだよこれ。これさ、うん、まあ、みんなの共通認識ね、うん、あ豚さ、うん、豚なんてさ絶対わかるじゃんって気持ちに挑んだじゃん、うん、口の中入れるじゃん、うん、噛むじゃん。お前誰だ。お前肉汁がいいんだよね。思ったでしょ。わかる、うん、まあでもわかりますよ、なんとなく。なんとなくよね、はい、うん、まあ、この感じね。はい、大丈夫です。バイバイ。決まってます？待って、1個だけはして、うん、このゲーム
1位を当てるゲームじゃなくなった。確かに本当にそう、プライドは。え、いや何に迷ってるか分かんないですけど、もう一択じゃん。俺も決まった。じゃあ、あの1番がどれ、2番がどれ、3番がどれでいく。せーの、1番目。うん、これだからここの後なんだよ。でも謝ってほしいよ。1番だね、これは 100% そうだもん。超うまかった、うん、せーの、2番目。え、あ、じゃあ、どういうことそれ。3番目ってことでしょ。 2番目が、あの3番目でしょ。2番目に食べたやつが俺は一番まずいってことでしょ。一番豚だっていいってことでしょ。そうそう。へぇー。2番目に食べたやつが俺は豚肉だと思う。え、嘘、俺、いや全然違う、うん、もう豚の味も分からんか、お前は。いやーって、お茶さんいんの怖え。いやいやいや、待って待って、お茶さんいんのこっち。でも、あの、鳥ちゃん迷うに足りるものだろ。いやいや、豚は豚ですよ、所詮は。何を言ってるんだろうねと。豚俺は、俺はだって初めから一貫してますよ。1番目が一番当たり前、美味しいじゃん。美味しかった。で、2番目、うんうん、まあそこそこいい肉だね。3番目、あ、豚ですやん。え、豚ですやん。君もさっき豚だと思ってたっぽいな、どうやらさっき。あの、そうですね。情けない、あれも豚です。ちょっと迷ったけど、まあでも3個目食べて、あ、これが豚だなっていう感じ。まあまあいいんですよ、結果すぎたんでさ。あ、いや俺これで、うん、いいよ、これでいい、これでいい、これでいい。うわ、お茶さんが味方って。いや全然全然、あれもう、でもどう考えても3番目が豚なんだよ、あれは。多分、はい、2番目が豚と。2番目豚、わかりました。じゃあ、あのシェフ発表お願いします。え、一番高いお肉は1番目です。まあそう、まあまあまあ、そう、まあ、これはこれはこれ、てか俺そこの時点で俺相当だなと思った、君らが相当だなと思いましたけど。まあなるほどね。じゃあ、やったか、俺やったか。2番目に高い肉はどれですか。2番目に高い肉は3番です。あおい、豚と牛の違いも分かんねえのかてめえら。おい、おい、お茶こっち向け。おい、お茶こっち向けよ。おめえのだよ。あ、おい、じゃあ見たのか、分かんねえのか。今年の干支を生きるお前資格はねえよ。豚と島でもある、頑張れ豚と島で一回。え、豚っていうのはピンクのこと。え、マジで。え、3番目が牛。3番目が牛。いや、食えば分かんじゃん。マメ牛はね。豚の何と。じゃあ豚豚豚。恥ずかしい。嬉しい。一番恥ずかしいやつこれ。嬉しい俺。だから一番豚で満足できる人だから。確かに。嬉しい。嬉しいです。九食いじゃないんだ。よかった。はい。よかったです。はい。ではでは。